いいですか？じゃあまず、あ、大人になって、ジャンプします。最初はグー、ジャンプ、ポイ。これで何を決めるかということですね。じゃあ俺は、いいね。で、負けたらですね、言われてください。で、今ちょっとやります。いいですか？いいですか？やります。お、これ取れるよ。取れる。おい！いいですね。これで、今度は言い換えます。今度は、川島さんがワンピン、俺がツーピンいきます。あ、バランス的に取ってくださいね。そうですね。こんな感じにしちゃって。はい。今、川島さんがゼロでした。確認してじゃあ、アーカイブに入る。
ザーハムが二の止め両者ゼロとなっております。取れるのか、取れるのか、マリオ取れ、あ、マリオなんか言わないじゃないですか、中央かなり、あー取れ、あー、また取れた、取れるわけ、どうした、あー、もうーじゃあ、ヤマコンの学生、ヤマコンの学生さあ、これはこんなにも、こんなにも取れないのなんか英語キャッチャーワンピカーの、そしてツーピカーは、ヤマコンという、あ、いいですよ、まだと数よく取った方が勝利になります。それにも、今英語キャッチャーだよ、おそらく、全人ビート世界初の大会コシンの運転であるかと思います。で、ヤマコンが、予定をしてヤマコンに下がられるのに行くのだ、うっ、なるほど、はい、じゃあワンピーエンテオートお互い視界を悪くしていく、あああああああ大丈夫ですか、 UFO キャッチャー初プレイとかないですか、大丈夫でしょうか。さあ早くしないと勝手にアームが動くぞ、 UFO キャッチャーが勝手に動いてしまうんだ。さあここはビブン選手奥の方に突っ込んでいく、取れるのか、取れるのか、あー取れ、さあじゃあ体を入れ替えるんだ、これは両者失格があるかもしれません、同数でも両者失格です。ああさあここはビブンさん奥へ、そしてエンテ君は割と手前側へ、いや、ちょっと奥に押し込みました。さあどうだ、取れるのか、取れるのか、どうなんだ、え、あー取れねー、両者失格ゼロ。じゃあ信号鳴沢優衣、この大会は昼間にやらないと両者失格にします。
はい、じゃあ1P がサルピー、2P がラクさんとなっています。さっきラクさん3つ取ってましたけどね、今回はゼロ。さあサルピー取れるのか、取れるのか、どうなんだこれ。あれですね、なんかおお取り上がった、取り上がった。サルピーまず1点先行していく。じゃあたいここで 1P、2P 入れ替えてくれ。さあエアガイツ仮面を破ってきた 2P、 やばいねこれね。 2P がまあ問題になると。でもサルピー1個取ってますからね。さあここは視点切り替えをうまく使っていく、両者狙っていく。あ、いいんじゃないのサルピー、それ。おお取ったよ。あ、ダメ、あっちが取った、サルピーが取った。そしてラクさんがゼロ、サルピー勝利を言うと。やべえなお前、やるな。じゃあタケヤンとハマコ、タケヤンハマコ。いやーやばいですね。そして移行経費がもらってるけど別に。じゃあ 1P が浜子、 2P が竹やん。いいよどうぞ、勝手に始まっちゃうので急いでやった方がいいです。さあ浜子、ここは取っていけるのか。ダメ。そして竹やんが下に行ってないか、アームが取れなかった。じゃあ 1P、 2P 入れ替えるんだ。さあ両者ゼロの場合は両者失格ですよ。いいですか、なぜならば終電がなくなるからです。いいですか、昼間からやったらいいんだけどね。さあここはどうなんだ。あー、これはこれはちょっと中心外してるよ、取れねー。浜子ゼロ、竹山はきついか、取ったー、竹山勝利、500円のうまい棒。じゃあ高専レオ正雄試合です。じゃんけんして 1P、2P 選んでくれ。いやUFO キャストリートファイター、 UFO キャッチャーは地獄だぜということで、じゃあ 1P 側高専レオ、 2P 側マサオ。さあ準備ができたら試合開始するんだ。フェア選手は試合をやっていないのにベスト4に上がっています。さあまずは高専レオ手前側、そして奥を狙っていくのマサオ。景品の中心を狙うのが UFO キャッチャーのポイントとなる。さあと高専レオ取れない。さあマサオが、マサオがマサオも取れない。じゃあ体を入れ替えるんだ。これは下手するとガロボーは UFO キャッチャーもうまいんですかね、謎です。さあ高専レオ今度は右側に若干移動させていく、そして取っていく手前側、そしてマサオは随分左に動かしていく。お、レオ君これいいんじゃないですか、バランス。あー取れない取れない取れない、なんか大パンすれば落ちそうなんですけどね。さあマサオ、マサオも取れない、両者失格、お疲れ様でした。落ちた落ちた、あ、オッケー高専レオ勝利。いや超面白いですね。じゃあガロボーとヤマコフ試合だよ。散々金使って落ちなくて一発殴ったら落ちるっていうね、よくある UFO キャッチャーのシーンですけど、じゃあワンピがガロボー、ツービがヤマコフ、次の試合で一回景品を積み直します。次のあの2回戦からね。さあガロボー、ワンピー、ミスター MVS はミスター UFO キャッチャーにもなれるんでしょうか、注目。そして何をやってもうまい山古風、 UFO キャッチャーだってお手の物なのか、注目の一戦。さあ割と奥側に山古選手は狙いを定めていく、取れねえ。そしてガロボーは、ガロボーは取れない、取れない。じゃあワンピース B で帰るんだ。ああ、さあ両者失格ありえるか、
両者失格になってしまうのか。さあ始めてくれ。シャーザクマスクがちょっとじわじわきますね。シャーザク取れんのか。どうなんだ。あー取れない。今やばい。これは落ちない。ガルボーは、あどうなの、なんだ、あガルボー下手ですねこれは。おー両者失格。お疲れ。じゃあベホマソ君と416。そうです、奥まで行きません。センサーには限界があるんです。じゃあ416ベホマソ、これこの試合が終わったら積み直しを行いたいと思います。この次の試合からじゃあ積み、さあ 1P 側416、 2P 側ベホマソ、ザンサムデルのライバル対決、 UO キャッチャーでどちらが勝つのか注目していきたいところ。さあ416が非常に視界が悪い状態で、そしてベホマソ何気にこの UO キャッチャーがうまいですね。さあ視点切り替えをうまく使っていかないですね、いかないですよ。一番奥まではいきません。構造上に、あーベホマソ取れない。416は取れない。さあここで体を入れ替えて、マジっすか、これは美味しいということで、追っ立っているぞ、追っ立っている状況。あれ取れないと結構逆に恥ずかしいですよね。やばい。ベホマソ大丈夫か。逆に取りづらい。さあ視点切り替えうまく使う、視点切り替えスイッチ付き UFO キャッチャー、あっ行き過ぎたか、どうだ、微妙だぞ、なんか微妙だ、あ倒れた。しかし取れない。そして416は、あなんかいいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないそれ。あー両者失格。お疲れ。やーべえなこのゲーム。じゃあここで積み直しをしたいと思います。ウィンゾーンの近くにあのちょっと山を作ってあげてください。ウィンゾーンの近くに山を作ってあげてください。さあフェア君が全く出番がないのにベスト4入り。出番がない。じゃあ一応次の試合がですね、鳴沢ゆい君とサリプちゃんですね。さあ完全に、いやこれ最悪優勝っていう可能性がなくはなくて、そうですね、先に行きます。ちょっと待ってて、今積み直ししたらじゃあやりたいと思います。してないですよ、してないけど準決勝いるの、見てたら優勝、見たら優勝ワンチャンある、ある意味一番高いかも。みんなもこれあれだな、上にあるせんべいとかも全部詰めやがったな。まあいいか、あいい感じですね、いい感じですね。じゃあこれで行きたいと思います。無情な勝負となっております。見てたら優勝してましたけど、だから嫌です。よし500円払って見てるだけっていう。見てるだけ。よし、じゃあサルピー対、ダルサイユイ君ですね。さあもうすごいですよ、下のブロックは全滅ですからね、死んでしまいましたみんな。じゃあ 1P がサルピー、 2P がダルサイユイ。さあお互い慎重に慎重を重ねて X 軸と Y 軸を合わせていく。さあ視点切り替えを使っていくのサリピー、いやナルサイユイも使っていく。さあどうなんだ、微妙じゃないのか、大丈夫なのか。さあここでナルサくん、それダメくさくねえか。おおサリピー落とした、サリピーが取った。やはり店員さんに積み直しをお願いしなければいけないのかもしれませんね。じゃあ 1P2P 入れ替えるんだ。さあサリピー1個ゲットしている状況で 2P 側へ、そしてナルサユイ、残念取れなかった。ベビースターラーメン、ちょっと行き過ぎた感じがあるか、取れるのか。あーサリピーゼロ。そしてあーナルサ、これはこれサドンデスですね。じゃあ同数サドンデスとなります。じゃあ1回ずつクレジットを入れて、これはフェア君が決勝優勝する可能性が出てきましたね。やばいですね。じゃあもう1回ずつ、じゃんけんで 1P2P 選んで、あと1回ですチャンスは。2人にお願いしておきます。
最低でも、どっちか1個は取ること。また同数だったらもう1回ぐらいやってもいいです。はい、さあサリピなのか鳴沢くんなのか。お、鳴沢くんがサリピが奥側に、あーすげー、2個取ってる。鳴沢ゆい勝利、すごい。これでフェア君の試合が実現します。じゃあタケヤンとレオくん、タケヤン君、タケヤンとレオくん試合だよ。さあ絶対うまいもん。いいよ、じゃあ準備ができたら始めるんだ。いや汚ねえトーナメント表だな。じゃあ1ピガー高専だよ。2ピガーは前回のストリートファイターカーニバル優勝者タケヤン。さあまずは2ピガーベビースター、意外と重みがあるこのベビースターを掴むのがなかなか困難というような感じになっておりますが、さあタケヤンどうだ、中心をちょっと奥すぎたか、取れない。あー高専レオ1個取った。さあワンポイント、そうか、タケヤンを倒せば3ポイントゲットできるということで、これは高専レオ選手チャンスですね。じゃあ体を入れ替えて最後のワンプレイ。タケヤ大丈夫か、タケヤ大丈夫か。さあ高専レオはなんかうまくこう片足を使って引っ掛けたいが、あとダメだった、残念。さあここでタケヤが取っていく、サドンデス、試合はサドンデスに持ち込まれます。あと1回です、チャンスはあと1回。あ、じゃんけんでどっちか決めてください。もう最後運ゲーです。じゃんけん、結局じゃんけんじゃんみたいな話に、若干なっているような気もしないでもらえる。若干じゃんけんかなみたいな感じはありますが、それは言わない約束でしょってことで。あ、これレオ君結構有利ですね。タケヤンガチで取ればいいんだよ、ガチで。なんか若干行き過ぎてる感があるんだが、さあレオがまず手前がウィンホールの近く、あー取れない。そしてタケヤンがダブル KO か、ダブル KO だった、ダブル KO だった。さあ決勝戦ですね、決勝戦ですね。一回も試合をしていないフェア君が決勝進出しています。いいですか、ストリートファイターカーニバル5第24戦ストリートファイター UFO キャッチャー大会決勝戦始めたいと思います。じゃフェア VS 鳴沢ゆい、じゃんけんしてまずは 1P2P を決めるんだ。え、この場合は続けます。いいですか、決勝戦は決着をつけるため続けます。ダブル KO だった場合は UFO キャッチャーの優勝になってしまうので、さあ決勝まで行けば、いいです、決着つくまでやってください。最後の試合だぞ、鳴沢ゆいかそれともフェアか。決勝戦一回も試合をしてないのに決勝まで上がってきたフェア。さあ鳴沢ゆい手前側狙っていく、さあ、あっと取った、やるフェア、まず1個ゲット。1試合だけで優勝してしまうんでしょうか。じゃあ 1P2P 入れ替えるんだ、あるぞこれは。持っていたのかフェア。鳴沢君はでも随分ここまで取ってきましたけどね、一生の思い出になるうまい棒の味がきっと。じゃあ始めてくれ。さあ泣いても笑っても最後になるのか。現在ポイント有利はフェア1個ゲットとなっております。さあ鳴沢君慎重に行こう、慎重に行こう。さあガチで取りに行く、サドンデスにまず持ち込みたいところ。フェアはここで1個取って、さあギャー、あるのか、鳴沢君がゼロだということで優勝はフェアだ。みんな拍手。いやー素晴らしかったですね、すごいよ、1回しか試合してねえのに優勝しちゃったよこの人。あの次回この大会やるときはダブル KO やらないんでね、昼間からやりましょうということでね、
夏フェスでまた再開したいかと思いますけど、そういうことです。5ポイント、これはガロボベビーソベビーサー1個で5ポイント。じゃあ勝利者インタビュー、ちょっと声だけで恐縮なんですが、ちょっと待って、いや本当に1試合しかやってないよね、はい、じゃあ本当に1試合しかやってないフェア君です、優勝おめでとう。はい、ありがとうございます。今日の戦いを振り返って、はい、なんでしょうねこれなんて言えばいいんですかね、運がいいしか言えないです。おめでとう。 UFO キャッチャーはやってたんですか？ UFO キャッチャーは1年に1回ぐらいやりますけどそんなベビースターがうまい棒は取らないです。取らないです。今日参加費500円払ってベビースター1個ということで、まあでもこれ実はねこれ法律に守られてるので、それはもう仕方がないことなんですよね。というわけで優勝したUFO、ストリートファイター UFO キャッチャー最強はあなたでございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これはストリートファイターカーニバルが、がぜん、後半戦面白くなってきましたね。フェア君のポイントが今日はかなり5ポイント試合してないくせに入ってしまったという状況になっております。いやこれでもちょっと実験的ではございましたが、ちょっとダブル KO はちょっと今日終電の関係があったんで、入れさせていただきましたが、今度やるときは、しっかりサドンデスやりたいと思いますので、どうか皆さん懲りずに、次回以降もあったら参加の方どうかよろしくお願いします。というわけでストリートファイターカーニバル5第24戦ストリートファイター UFO キャッチャー大会以上終了、ありがとうございました。よかったらのし合いして帰ってください。よろしく。